はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、日銀の黒田総裁の発言、国民の家計はですね、値上げを許容しているという発言について占っていきたいと思います。はい、この発言ですね、後に黒田総裁に、ね、大炎上いたしまして、訂正されてますね。一応こう前提としては国民の給料が上がる、賃上げを前提にそういった話をしてたんだってね、いうふうに、異例の謝罪と、釈明をされましたけれども、とはいえね、この発言ね、びっくりされた方多いと思いますね。いくらこう、ね、前後の文脈があるとはいえ、やっぱり、お金持ちは別に大丈夫だと思いますけれども、私のような庶民ですよね。庶民はですね、やっぱり、ちょっとの値上げがかなり家計に響いてくるわけなんですよね。値上げのね、こう、背景にあるのは、もちろんね、ロシアの関係もありますし、同時に円安、世界全体がいろんなね、金融政策をしてるんだけれども、日銀はそれと反対の政策をとって、それでいて円安になっていってる。円安になると、やっぱどうしてもね、輸入品とか、日本輸入品が多いですから、そういった部分で、どんどん値段が上がっていってしまって、さらにインフレが加速してる、物価高が加速してるって部分がね、あると思うんですよね。私もね、専門家ではないので、間違ってるところがあるとは思うんで、そこは先に謝っておくんですけれども、やっぱり、いろんな思惑があるとは思うんですよね、この日銀の政策っていうのは。でも、やっぱりこう、庶民にとっては私みたいなね、きついし、本当にこれが正しいのかって部分ね、やっぱ不安に思われるところも多いと思いますね、今回ですね。黒田総裁の今回の発言に対する真意と、あとはですね、そうですね、タロットちゃんに、今の日銀のやり方が正しいのか正しくないのかっていう部分をですね、聞いていきたいと思います。もう本当に専門外でわからないので、タロットちゃんの方にね、お任せしたいと思います。はい、ではですね、まずね、黒田総裁の気持ちから占っていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、今回も感情を読む並びでございますね。こちらとこちらね、整理として読ませてもらいたいと思うんだけれども、このまず真ん中のワンドの3から読んでいきたいんですが、これがですね、計画通りとか計画性を持っているとか、そういった意味があるんですよ。ですので、黒田総裁ね、今回の発言問題になりましたけれども、言ってしまえばこれを目指してやってきていた、インフレを目指してやってきていた部分があると思うんで、そんなにこう悪いと思ってないっていう感じがしますね、インフレに対しては。でそんなこと言うと、なんでだよってね、思われると思うんですよ。物がね、高くなるなんて考えられないって思われるかもしれないんだけれども、私もあまり詳しくないんですが、インフレはそんなに悪いことじゃないらしいんですよね。経済が成長するとやっぱりインフレっていうのは自然としていくらしいんですね。で、インフレをするとどうなるかっていうと、今100万円で買えるものが、数年後、10年後とかね、に120万円になると、仮にね。で、そうなると人間って今買おうって思いますよね。数年後に何万円も上がるのであれば、今買っちゃえと人間って自然と思うわけですよ。で、そういう人間がインフレになると増えてくると、じゃあどうなるのかっていうと、みんながお金を使い出すんですよ、物を買って。で、そうなっていくと、自然と経済が回っていって、緩やかなインフレであれば、よりこう経済が刺激されていい方向に向かうっていうね、流れがあるらしいんですね。ですので、日本っていうのは長年ね、経済が低迷していて、こうデフレだから物の値段がそのまんま、もしくは下がる、そういった部分があったんだけれども、言ってしまえばそれを改善するためにインフレを目指していたってところがあると思うので、計画通りというか、なるようになりましたねっていう感じ。原因としてはロシアとかね、そういった部分があるとは思うんだけれども、そういうのがあるので、そこまで悪いと思っていないっていう流れがあると思います。で、同時にこちらね、テンパランスのカードが出てるんだけれども、これね、調節するとかそういった意味があるんですよ。ですので、
やっぱりね、なんだかんだ言いながら日本ってインフレがそこまでねひどくないと思ってると思うんですよね。でこれね、いろんなこうね情報を集めてるうちに結構感じたんですけれども、日本って意外と抑え込んでるみたいなんですよ、インフレを。もっとねアメリカとかヨーロッパとかもっとひどい、状況になっていて、でそんな欧米に比べたら日本はまだマシらしいんですよ。でなんでマシなのかっていうのは、それはですね、今日銀がやってる政策、ゼロ金利政策とか、まあそういったものがあるらしいので、まあそれで行くのであれば、物価高をみんな許容してるって言いつつも、なんだかんだちゃんと抑え込むための方策は取ってるんだよってことをね、まあ、そうだね、黒田総裁は思ってるのかなっていう感じがありますんで、まあ、そうだね、心外とまではいかないと思うけれども、まあ、なんだかんだ、そこら辺は抑え込んでるのに、なんでこんなこと言われるんだろうっていうのは思ってるかもしれないなというふうに思いますね。はい。で、次です。こちらですね。教皇のカードが出てるんだけれども、あのね、教皇のカードってまあどういう意味かなと思うのは、慈愛とかそういった意味があるんですよ。ですから、まあ、インフレね、なんだかんだ、いろんなね円安を生むとか言われつつも、私もね間違ったら申し訳ないんだけれども、円安を生むと言われつつも、まあ、ゼロ金利政策を続けて、ゼロかマイナスか、マイナス金利を続けて、でまあ物価高も抑え込んでるから、まあ慈悲はあるんだよって感じかな。そうですね。で同時にね、年長者とかもっと力の強い人とのつながりとか、そういった意味があるから、彼だけの意思だけではない、もっと力のある人間、まあだから政府とかなかな、政府とかもっと強い政治家とか、まあそういった部分と、まあちゃんと連携を取ってやってるっていう部分もあるから、そうだね。そんなに悪い、まずいとか思ってる感じではないと思いますね。まあ、むしろ、まあこうなるべくしてやってる。でもなんだかんだいろいろね、抑え込んではいるから、まあ、国民のためを思ってないわけではないし、で同時に、こういろんな人とこう連携を取りながらやってるって部分もあるので、そんなに後ろめたいとか、国民に申し訳ないとか、そんなことを思ってる感じではないと思いますね。でまあそれがいいのか悪いのかっていう話ではあるんだけれども、そうだね。まあそれは結果を見ないとわからないのかなって感じがしますしね。で、黒田総裁のね、星回りもちょっと見ていきたいんだけれども、メインの星が愛星で、サブの星がね、明星になるんですよ。で、まあ、お好きな色がね、ちょっとわからないので、まあ、今回は星回りだけでね、見ていきたいと思うんですが、愛星はですね、結構こう、慎重なんですよ、何事にも。なので、今回の発言も不用意に発言した、なんかあるじゃないですか、失言しちゃったとか、そういう感じではないと思います。あ、言っちゃったとかではなくて、普通に自分が今までやってきた中でコツコツ積み上げてきた中でこう自然に出た発言だというふうに思いますので、まあそうだよね、彼、それが彼の本心っていう感じがしますよね。でまあサブに名声が入ってるから、ちょっとね、あの勢い任せでやっちゃう部分はあると思うんだけれども、でももうだいぶお年を召してらっしゃいますから、サブの名声の影響もまあなくはないだろうけれども、まあどっちかというと愛星の方が強いと思うんですよ。でそれでいくのであれば、まあなるべくしてなってるし、ちゃんと抑え込んでもいるし、その上で、まあ、賃上げとかそういったものを前提とした上、みんなの給料が上がることを前提とした上で、まあ、そういった発言をしたっていう感じなので、まあ本当になんか切り取られたなってわけでもない、まあ本当にその通り、思ったことを言ってる、常々思ってることを言っちゃったっていうだけかなっていう感じがいたしますね。それでいくのであれば、もうちょっとねインフレは続くのかなって感じありますけれども、日本人とはちょっときついと思いますよね。まあ長くデフレでしたからね、物の値段が上がることに慣れてないんですよね、私を含めて。ですので、まあもうちょっとね、頑張っていかないといけないのかなと思うんですけれども、はい、じゃあ次はですね、今の日銀の政策がですね、本当にきちっと出るのか、いい方向に進むのかって部分をね、タロトちゃんの方に聞いていきたいと思います。はい、意見をね、聞きますね。よいしょ。
はい、ではリーディングしたいんだけれども、そうだね、正一が1枚2枚3枚出てるから、まあ、大体6割くらいの確率でうまくいくのかなって感じしますね。もっとね、良くない結果が出るのかなって思ったんだけれども、そんなに悪くない確率かなと思いますよ。で、あの出てるカードもですね、カップのキングと、まあ、ワンドのエースが正一出てるんで、まあ、カップのキングはですね、こう寛容とかそういった意味があるから、まあ、そういった方向に日本人が、まあ、行くっていうね、いい流れもあると思いますし、ワンドのエースなんかはこれからやっていくぞっていうね、強い力強さを持ってるカードでもあるんですよ。ですので、まあそうだね、うまくいくような流れがあるのかなと思うんだけれども、ただね、ちょっと不安なのがこちらなんですよね。まあ、正一で出てるカードで、ムーンのカードが出てるんですよ。で、ムーンっていうのは不安とかそういった意味があるんですよね。ですので、まあそうだね、うまくいく確率は6割くらいであるんだけれども、しばらくは不安な時期が続くのかなっていう感じかなというふうに思いますね。で、まあ、ムーンってさっきも言ったようにあんまりいい意味ではないから、まあ、6割って言ったけど、6割弱、まあ、5割くらいかな。この日銀のやり方が5割くらいの確率で成功するってことをね、タロットちゃん言ってると思います。でも、そんなことを言うと、5割か、五分五分かって思われるかもしれないんだけれども、まあ、世界ね、何が起こるかわかりませんから、5分の確率がね、あるのも十分かなというふうに思いますし、あとね、こちらですね。このカードがね、ジャンピングしてきたんだけれども、ソードの4の正位置が出てるんですよね。で、ソードの4っていうのは、小休止とかそういった意味があるんですよ。ですので、まあこれだよね、多分こことこうすると思うんだけれども、今は充電期間、ちょっと時期的には良くないし苦しいと思うんだけれども、これをやり過ごしてっていう風に思ってる感じかな、タロットちゃんが。で、これをやり過ごしてもらえると不安が解けていって、いい方向にね、進む可能性が出てくるからってことをね、タロットちゃん言ってると思いますんで、ぜひですね、諦めない。すごくね、不安な方も多いと思いますし、苦しいと思ってる方もいらっしゃると思うんだけれども、大丈夫。とにかくね、先延ばしすることを大事にしてほしいと思いますね。先延ばしって結構ね、まあ、日本の教育の良くないところで良くないとか言われがちなんだけれども、でも、先延ばしできる能力ってすごくって、これがないと、まあ、いわゆるね、自分から、変な方向、自傷行為に行ってしまったりとか、あとはね、命をね、亡くしてしまった方もいらっしゃるので、ぜひですね、先延ばしにする、とりあえず今苦しいけれども、ちょっと待とう。とりあえず明日考えようとかね、そういったことをね、ちょっと今苦しいけれどもしてもらえると、いい方向にね、流れるね、可能性もあるから、頑張ってっていう風にね、タロットちゃん言ってると思いますね。はい、じゃあ最後ですね、せっかくなんで日本の神様にも聞いていきましょう。メッセージね、聞いていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、出てらっしゃった神様がですね、綿摘の三神様が出てらっしゃいました。で、この神様ね、まあ見てもらったらわかると思うんですけれども、海の神様になるんですよね。で、この神様が何をおっしゃってるのかっていう話なんだけれども、やっぱりね、感情の波とかそういったものを表してらっしゃるのかなって感じがするんだよな。この流れとか見てると、やっぱり、苦しい時が来るかもしれない。で、それによって感情の波が激しく揺れ動くかもしれないっていうね、ことをおっしゃってると思います。ただ、それが悪いわけではなくって、だからこそ飛び込んでいけてね、おっしゃってますね。怖いだろうと。特に日本人は不安になりやすい性質をやっぱり持ってるんですよ、遺伝子的に。ですから、怖いと思って一歩踏み出すのが恐ろしいかもしれないけれども、でも、一歩踏み出してほしいって言ってますね。で、あと一個言ってるのはね、嫌なことならやらなくていいよっていう感じかな。伝わるかな。なので、感情波がこれからどんどん激しくなってくる。その中で、自分がやりたいこと、やりたくないことがはっきりしてくると思うんですよね。で、その時に嫌だと思ってても、無理やり世間とかに合わせてやるのではなくて、本当にもうやりたいことを、やっていったらいいよっておっしゃってる感じかな。で、同時にそれをするときに怖いと思うかもしれないけれども、でも、
怖がらなくていいよって、飛び込んでこればいいっていう風にねおっしゃってますので、ぜひですね、感情波が激しくなってしんどくなる方もいらっしゃるかもしれないけれども、ぜひね絶望しないでほしい、今ただ単に不安になる要素が多くって、ちょっとね伸びる前の充電期間、私たちが飛躍的伸びるための充電期間っていう感じだから、ぜひねその時にわーもうダメだって思うんじゃなくて、もうちょっとゆったり構えて、感情波とも付き合っていって、こうね前に進んできたらいいのかなっていう感じがいたしました。はい、これからね大変なこともあると思いますけれども、一緒に頑張っていきましょう。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。またですね、見たいよっていう占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。またですね、その書いてもらう際に占う対象者様の好きな色を書き込んでもらうと、よりね精密なリーディングができるようになりますんで、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。